はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。インペリアルサガ、第4回目ですかね、やっていきたいと思います。とりあえず結構死んでるんだよな。アデルとグレイを宿屋で眠らせたんですけど、ちょっと時間がかかりすぎるんで、こいつらは基本的にもう傷薬で回復させましょう。でちょっとインターフェース的なものを、見たんですけど、ここで傷薬は使えますね、もう直に。で傷薬はまあそこそこ手に入るんで、基本空にしてこう。5個までしか持てないみたいですからね。でアルベルトも回復と、あとこの核、間違えた、ここじゃない、作戦本部か。この画面でやっぱり装備とか変更できますね。歌詞に詳細を見ると、まず技を変えられます。まあ、変更外すということで、技は3つまでですね、持っていけるのと、装備は1つ、装備できる。で、攻撃力プラス3かな？腕力の腕輪は。攻撃力がほんの少し上がると。で、技も一応説明書きが載ってるんで、これは役立ちますね。はやぶさ斬り。はやぶさのごとき速さで、切りつけるということで、最初に行動、威力は109、命中82、SP7。で、なぎ払いと。なぎ払いは外そう。二段切りにして、装備。で、パリーか。パリーも、一文字切りにしましょう。こういう感じですね。で、OK。で、決定と。あとは出撃のところなんですけれども、失われた地で作戦が発生したみたい。なんだっけな。その、バトルなんとかってやつが、なんかレベル上げマップみたいな感じみたいなんですよね。でここの上のところに第1章から次の章へっていう進行度があって、この進行度がまあどんどん進んでいっちゃうみたいなんですけれども、バトルマップをやると特にこの進行度は進まずに、レベルを上げることができるということで、バトルマップどれだ、これだ、バトルクエストかで、これはなんか曜日によって違うみたいですね。まあ実は今日日曜なんですけど、まあ、土日限定クエストということで、初級素材を収集せよと。進軍決定。今日日曜じゃなくて今日土曜か。まあどうでもいいけど。まあいつもの5人で行きましょう。で、これでまあ多分弱い奴らもちょこちょこ連れてけばレベル上げができると。お、またカバがいる、カバが。あのカバ結構役立ちますからね。初級素材を収集せよということで、まあ、ちょっとこっちをやっていきたいと思います。もう勝手にやってくれればいいでしょう。これはロマサガ2の音楽ですね、戦闘音楽。そうだよね、二段付け覚えた。よーし、そうか、そういう戦闘音楽もあるのか。これはいいサービスだな。基本的にロマサガシリーズは全部音楽いいっすからね。なんだか磯臭い。あ、カバッコだ。陛下陛下、海藻が体に巻きついてうまく外せません。海に行ってたんだね、カバなのに。カバは万能なのです。でも帝国の管理がなってないせいで海は荒れ果ててます。何これ、なんとか放題の海藻に絡め取られて、もうちょっとで養分にされるとこでした。そういう苦情はむしろ四巻族にぶつけてほしいんだけど。ですから僕に惜しみない投資を。カバは本来水の申し子、水の海のお掃除もできますよ。どうする陛下、海の墓場から何か見つかるかもね。 OKOK、 うわ高くなってる、80クラウン。 OK、 80払ったんだからいいの見つけてこいよ。後悔させませんよということで、でまた分岐点か。右が戦闘3回か。じゃこいつとクロディア、こっち、こっち、クレイ、こっち、まあいつもの、お、戻しちゃったよ。こっち、こっちと、ゲッ。クロディア、オムっていうところがね、なかなか攻撃力高い感じがするけど、敵強え。相変わらず敵の強さだな。いやー、クリティカル出た。クリティカルとかあるんだ。OK、OK。こちらは弱いな。あれ140で死なない。なんか覚えた、2年打ちかよ。マシ。
巻き打ちとかの体験だったら最初の技は。ミスるな。おお、マジミスる。途中回復がなできるシステムだったらいいんだけどな。廃材、廃材よりね石ころが欲しいんですよね。石ころが、おお、こいつ45個も手に入れた。いけ、お、あれはオークっぽい。いいね。ステータス維持をかけてくるのもちょっと厄介っすね。こいつはここで OK。 あのままそうもないよね。合流するまで待ってるよね。それまでヒットポイント回復するのかな。食らうな。よーし、進軍とで合流で、今度はずっと5人でしょ。むむ、またもや、むせ返るような磯の匂い、カバ警報だよ。ザッパーンと帰ってまいりました。何を手に入れてくれた。身代わり人形1個。海藻かみたいな。今回はなんか微妙だったな。あ、そうそう、で SP もなんかね、攻撃するだけで回復するみたいなんで、とりあえず一文字を使って1回ずつはちょっと、これ峰打ちしかない、技を使っていきましょう。うまい具合に OK、 SP の消費をしつつ回復させつつ、おお、技使うとやっぱ強いな。普通にミスるけど、剣でパンチとで、どれくらい回復するんだろう。おお、39から41。今アデル39だったんですけど41になりましたね。まあ3か4くらいは回復していくような感じですかね、平均的に見ると。おお、でここはもう完全に技重視でいきましょう。ラッキー、炎はとりあえず、なんだろう、大木なんか打てるのかな。巻き割りダイナミックとかいずれ覚えるのかな、やっぱり大木弾から。ほら、これいいね。何気に一列攻撃だ。おっ、いや、あ、そうか、 SP も多分前回まで回復しないや。宿屋で寝る羽目になっちゃう。 OK、 20クラウン、初回20クラウンだから、もうあれか、多分次は20クラウンもらえないですね。そう、これで本当だったら上のところの第1章から次の章へっていうメーターがポコって上がるんですけど、これは上がらないみたいですね。なんでちょっと今回はまあレベル上げの回になっちゃうかなというところがありますけど、お、名声だ名声。お、これで傷薬また使ってこう。とりあえず新しい陣形が手に入ったみたいなんで、どれだ、これか、3人陣形か。インペリアルクロス、あ、違う、これは別だ。少しじゃあ雑魚キャラを混ぜますか。どうしようかな。ジェイムズは結局雑魚キャラなんで入れとこう。グレイと皇帝2人なんで、クロリアを控えにして、アルベルトもちょっと控えにして、こいつを入れよう。あとはテレーズの弓をここに配置するか。 OK、 まあこれでうまく回していくっていうような感じですかね。一応結託の扉に行ってみましょう。どっちにしようかな。兵士養成所、これ一般兵が来るってことか。名声を使うんだ、名声を。ちょっとな、一般兵よりは上級養成所にしよう。1回360クラウン、結構使うな。
王者以上1名確定。すげえ、3600クラウン使うけど、つまりこれ3600円ってことでしょ。出現確率を見る。初回王者以上確変中まあスロットとかパチンコやんないけど確変とかあるんだ11人招集で皇帝 4% 王者 12% で戦士が 84%。 なるほど、王者の確率と皇帝の確率が初回は上がってるってことっすね。でも戦士がな 76% ってもうほぼほぼ戦士ってことか。ちょっと兵士養成所で、まあ、これはクラウンを使わないんで名声100ですね。今名声いくつあんの？これなんだ？お、あいつがいる。ロブスターくんやられた。ロブスターくんが良かったな。これはキャット系か多分。あと28回使用できます。これ今名声いくつあんの？あと100分の42って何？よくわかんないけど、もう一回やろう人を増やしていった方がいいでしょう。うわ、やっぱ一番兵だな、もう見た感じ。てか、左のやつは勝つな。器用さでは負けん。あ、斧だ。弱い。あと42になってるな。まだまだいけるか。このあと26回できますっていうのは、どうやって回復するんだろう。おお。バイソン、うん、まあいいや、終わりとりあえずちょっと雑魚キャラを、仲間になったんで、あんまり入れすぎてもね、あと21分の11になってるから、多分兵っていうのが一番しょぼいあれなんだな、格付けなんだな。で次が戦士で、で将軍の将が、まあ、そこそこのレアキャラで、皇帝が多分一番いいキャラですね今のとこいるのは。ということは攻防をちょっと覗きましょう。いっぱい手に入れたんで、でアクセサリーでちょっとマックスにしよう。マックスマックスマックスで作ろう。開始、頑張れ。カン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 と成功。腕力の腕は変わんねえ、変わんねえけど強いのができたのかな。今持ってるのプラス3っすからね。ちょっと見てみましょう。どうせだったら弱いやつに装備させてもいいかなと思うんだけど、こいつ11しかないからな、外せるよね。装備、変わんねえじゃん攻撃力プラス3だよ。いや確率なのか。そうするとあれ、装備と、マジか、ちょっとショックだな。あ、変更保存しなかった。25個を使って10個10個10個と同じっていうのはかなりショックがでかいな。ちゃんと仕事しろよ。もう一回いけるよね懲りない。あ、これ施設強化した方がいいのかな。そうするとどうなんだろうな、そこら辺もよくわかんないな。まあいいや、もう一回ちょっと最大よし、いけ。今度こそいいの作ってくれよ。おら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 と成功。お、違うのができた。火花の指輪、これ多分なんか火の耐性か火の攻撃力が上がるかみたいな感じだけど、魔法いねえしなそもそも。ちょっともう一回見てみましょう。新しいのができたので、まあ、誰でもいいやこいつ。変更と、熱プラス10、熱耐性がほんの少し上がる。うん、なんとなく装備しとくか。 OK、 秘術要塞行くときはちょっと役立ちそうだな。でもあ、これいつもなんか戻るんだっけな。決定と、よし、じゃあちょっともう一回いけるよね。バトルクエストが発生してみたい。行くぜ。お、違うバトルクエスト、中級になってる。いや、これはきついだろう。1、2、3、4、5、星5はねちょっと無理だと思う今の戦力だと。しかも弱いやつ入れてるし。出撃すると、
まあ、もう一回同じのになっちゃいますけど、カバはいないか。カバはいたりいなかったりのランダムなのかな、まあ、ちょいちょいサクサクいくか。勝手にしてくださいと。いいスタンスだ。影抜いても麻痺じゃないだけマシだな。うおー、マジミスる。強い敵がやっぱ3でこの強さだからな。5っていったら多分瞬殺されそうだな。てか密が多いなこれ。どんだけミスるんだよ。よし、攻撃工程が上がっていくぞ。 OKOKOK。さあ、お、名声か。で、ここで分かれるから、右が3回。こいつどうしよう。こっちにいるか、3人部隊のところに。あれ、戻しちゃったよ。こっち、こっちで、皇帝もこっちと。で、グレイとシアス、シーシアスか。さすがにロマサガ2のキャラはもう全員の名前は覚えてないですからね。メインの1人目ヘクターとかは覚えてるけど。おお、カウンター、カウンター、いいね、これいいんじゃないか。カウンター全然狙ってくるし、インペリアルクロスにしてカウンターしてればいいような気がするな。2人陣形で前と後ろありましたからね。一発で倒せるくらい強くなりたいけど。魚くん、これをちょっと陣形変更してライフシールで決定で、グレイをカウンター、カウンターなら使うのか。まあいいや、カウンター、オッケー。ちょ、ダメージ食らわねえし。あれ、発動しなかったか。ふざふざ、1回発動したら終わりか。シシアス死にそうだし、早速これはこれは危険だ。ちょっと防御しとこう。マジか、1人くらいしかちょっと弱いやつ連れていけねえな。そうするとグレイがめっちゃ頑張った。おお、ヒットポイントアップした。 OKOK、 重要だからな、ヒットポイントアップは。なんかめっちゃ手に入った。廃材45てか、これあれだな、個数はいっぱい手に入るな。そうすると、チェームズのヒットポイントがかなり低いから、防御して、とりあえずはまだ大丈夫だな。スタン。痛い、危ない、危ない。OK、同じ。防御してヒットポイントが回復するとかだったら、まあいいんだけどな。そういうわけではない。これで、少し回復してくれるでしょう、グレイチームが。あ、攻撃開始でいいや。こいつらな、ウィッチマン、ウィッチマンだっけこれ。うわ、来ちゃった。いやー、テレ強い。あ、ウィッチマンだよな。弓弱えな。OK。進軍と。で、合流。再建。どれくらい回復してる？なんかあんま回復してる気がしねえな。でも66まで回復してるか。シーシアス、シーシアスはとりあえず防御だな。もうこいつ死なないっていうことが重要だからな。うわ、危ない危ない危ない。お、狙うなよ。防御でやる。うわ、やばい、なんで集中攻撃食らうんだ。皇帝狙いよ、皇帝。ヒットポイントアップ。おー、宝箱をゲットして、ボスと。ここはちょっと一段の、一文字のこいつがな、峰打ちしかないっていうのかな。デタラメ屋とか覚えてくんないかな。ちょっと防御しないとマジで。一文字、あー、ミスったか。目つぶしの100回デタラメ屋覚えてくれよ。でもな、デタラメはもともとミスが多いからな。
ミスが多いところにミスの多い技を覚えてもらう。微妙だしな。二段切りだな、そうすると。動いてー。マジかよ。めっちゃミスで半分以上ミスったな、今。どういうことだ。よーし、素早さアップ。素早さアップ。ヒットポイント。CCS 何にも分かんなかった。マジか。まあいいや。ほい。これもう一回年表に飲んだ。プレイヤーレベルが上がったよ。よし、結構すぐ上がるな。開花の守り。ああ、これあれか。能力アップしやすくなるってやつか。また陣形を覚えた。傷薬。あ、そうだ。傷薬をどんどん使ってこうっていう話だったのに。ホーリーウォール。後者2人を守る陣形。前衛3人が敵の攻撃を引きつける。なるほどね。これも結構良さそうだな。これなんか、その、陣形によって力がアップとか、防御力がアップとか、そういうのも書いてほしいな。まあいいや、とりあえずインペリアルクロスでいこう。はい、というところで、まあ、レベル上げができるということなので、まあ少しレベル上げしようかなと思いますので、今回はこれで終了して、また次回、レベル上げをした後に本編を進めていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。